こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。航空自衛隊が所有する C2 輸送機だが、今回、日保総滑走路着陸に成功。これが、どれだけすごいことか、詳しく見ていきますね。大型ターボファンエンジン搭載での成功って、本当意味で、やばい。2020年11月12日に、航空自衛隊の岐阜基地において、同隊の川崎重工業製大型輸送機 C2 が、日保総での滑走路を使用した。着陸テストを行い、これに成功した模様であると報じられた。これが注目されたのは、すでに航空自衛隊に配備されている C2 輸送機は、日保総滑走路での離着陸を想定した設計ではなかったにもかかわらず、ひとまずこれを無事成功させた点にあるだろう。航空自衛隊としては想定していなかった日保総滑走路での離着陸ではあるが、今回着陸テストを敢行した理由は C2 輸送機のアラブ首長国連邦 UAE への輸出条件をクリアする意図があった。日本政府としては防衛装備品の輸出実績を獲得したいとの目算があり、その候補として交渉を行っているアラブ首長国連邦から同国の国情に適合するかどうかを証明する必要に迫られていた。ひとまず今回 C2 輸送機が成功したのは日保総滑走路への着陸のみであり、今後は再度離陸のテストや離着陸を同時に行う検証などが実施されるものとみられている。アラブ首長国連邦といえば中東の産油国であり、そこで運用される航空機には同国特有の砂漠などの自然環境への対応が求められており、日保総滑走路での離着陸は外せない要件といえる。2016年にはアラブ首長国連邦の空軍司令官も今回のテストの舞台となった。航空自衛隊岐阜基地を訪れ、直接 C2 輸送機への試乗を行うなど、日本側としては期待を寄せる案件となっている。しかしアラブ首長国連邦は同時にヨーロッパのエアバスディフェンス&スペース社製の A400M 輸送機の提案も検討しており、 C2 輸送機の採用には以前高いハードルが控えている。A400M 輸送機も当初の計画に比して予算上やスケジュール上からも超過、遅延した機体ではあるが、2014年末までにフランスに6機、トルコ、イギリス、ドイツに各1機が引き渡されている。A400M 輸送機は、これらのヨーロッパ各国が機体の各部分を分担して、生産する形式を採用しており、それも手伝って納入実績という点では、C2 輸送機を大きくリードしているのが事実だろう。また、A400M 輸送機は、今回 C2 輸送機がテストした着陸だけでなく、日保総滑走路での離着陸両方に、すでに対応可能だとも伝えられており、この点からも、アラブ首長国連邦側の評価は高そうだ。C2 輸送機は、乗員3名、全長 43.9 メートル、全高 14.2 メートル、全幅 44.4 メートル、重量 60.8 トン、最大積載量36トンで2機の、ターボファンエンジンにより、最大速度時速 890km となっている。
同様に、400M 輸送機は、乗員3から4名、全長 45.1 メートル、全高 14.7 メートル、全幅 42.4 メートル、重量 76.5 トン、最大積載量30トンで4機機の、ターボプロップエンジンにより、最大速度時速 781km だ。使用上からは、サイズ的には、そこまで大きな差はないように感じられるが、C2 輸送機の方が軽量にもかかわらず、積載量は若干多く、速度的にも上回るため、カタログスペック上は優位にも見える。最大の相違点は、エンジンの数であり、C2 輸送機が2機であることに比して。400M 輸送機は4機を搭載しており、このサイズであればアメリカの C17 輸送機や中国の Y20 輸送機も4機が標準となっている。この違いは、個人的には万一のエンジントラブルなど、際に機体の安定運用に直結するのではないかと感じられ、非補総括走路への対応と並んで、C2 輸送機のウィークポイントとなる可能性もありそうだ。そもそも、非補総括走路の対応を含め、C2 輸送機は日本の国情に照らした通常の状態での運用が前提とされているように思われ、この点が軍用機としての耐久性や堅牢性にとっては問題かもしれない。また、C2 輸送機は、現在、日本のみで、最大22機の調達ということもあり、開発初年度のコストが約2500億円、1機あたりが約215億円と、最大積載量で2倍を超すアメリカの C17 輸送機並みの高価な機体となっている。これは、競合する 400M 輸送機も当初想定よりも高額になっており、生産機数は減少しているとは言うものの、現状でも174機は生産される。見込みであることを考慮すれば、コスト面でも厳しいだろう。これらを総合すれば、正直なところ、アラブ首長国連邦が 400M 輸送機ではなく、積極的に C2 輸送機を選択する可能性は、ゼロではないが、限りなく低いのではないかと思える。そうした現実的な話とは、別に、アラブ首長国連邦が C2 輸送機を検討していると報じられたことを受けて、川崎重工業本社には地元の神戸市民が、その輸出に反対する申し入れを行ったという。あくまで、善意の神戸市民が、こうした行為を行ったかのような記事が、全国紙の大手新聞社の記事として掲載されていたが、これを額面通りに、受け取るのは、いささか冠があるようにしか感じられない。